おっとっと、ちょっと待て。浮上島か。じゃあ、どうするかな。まあいいか。ここにセーブしちゃうか。じゃあ、こいつもやっていきますよ。サファイアにはできなかったことをやってみたいんですけど、これはタイマー神剣。スピードが足りなくてできなかったんですけど、先手を取ってタイマー神剣。おー、ナイスだ。かなりのダメージだな。あ、チキショー。で、ワン残ってるな。もう一回暮らしてやるか。食らいやがれ。あ、やばい、凝視が来た。あー、怖かった。無視できた。無視じゃない。無効できた。もう一回だ。巻き打ちー。ぐは。あー。どうだ。あ、毒にならない。やっぱりね、この魔石の指輪のね、状態防御がかなり高いんですよ。なので、ちょっとね、しばらくはいろんな耐性をつけないでね、魔石の指輪一個だけでちょっとやってみたいんですよね。どの程度の状態防御があるのか。強いですね。メレート強いわ、この魔石の指輪と、あとメローリングね。これね、この一番下のメローリング。これには、強力な耐性があるんですよね。で、これ固有装備なんですよね。なので、かなり強いのではないでしょうか。ちょっとやっていくか、骸骨を。さて、では、タイマー神剣、ボンダート。いやー、先手を取られた。タイマー神剣。うわー、これ強いわ。つえー。これ、アンデッドと悪魔に特攻です。特攻ってか、他の敵にはダメージ与えられないんですよね。アンデッドと悪魔だけです。あー、怖い奴が真ん中にいますが、あー、おー、サファイアの時にかなり苦労したのに。おー、やっぱ触手強いな。よし、なんていうか、触手をまともに食らったのは久々だな。まあ、こういうことになるよな。まあ、仕方ないです。それよりも骸骨を倒せるっていうのがね。いいですね、骸骨を倒せるっていうのは。よし、じゃあこのワープゾーンに入ってみましょう。あれ？これはワープしないのか？なんてこった。ワープゾーンじゃないのか。何？では宝箱はどこにあるんだ。ここには宝箱はたくさんあるはずなんだが。こいつか。短冊切り使っていこう。催眠。おお、催眠ミスした。ライフスティール。うわぁ。ひぃ。あ、でも死ななかった。よかった。全然大丈夫だ、ライフスティール。あと9回か。あと9回くらったらやばいな。うわー、参った参った。ちょっとセーブしとくか。強いわー、この時。あ、宝箱あった。ジュースにあり。ちょっと待って。よし。まあ、槍は使わないんですけどね。あれも強力な。武器には違いないですね。タイマー神剣で一掃だ。いやー、強いなー。と、あれワープゾーンじゃなかったんだな。っていうことは、宝箱ないな。ってことはだ、欲しいものがあるんですよね。まあ、そのために、半分はそのために来たんですけれども、うわー、上のやつすげえな。あ、どうなってんだ、あれ。倒した。楽勝だ。強えぞ。強えぞ、タイマー神剣。強いぞ、ネレード。よし。お前らは残像剣だ。おー、強い。さて、あとは、この右はあれだな。右はだ。やばい、タコがいっぱいいる。なんだこれ。ああ、くそ、全部やってやる。よし、フェザーシール。宝箱はね、なんだろうな、欲しいものがあるんですよ。どうやっていけばいいんだろうな。
まあ最悪、じゃあ、なんだろう、撮影を切って、探索って形になるわな、もしかして。迷ったら。まあそれはまあ仕方ないよな。よし、フェザーシール。なんか、すごく強いですね。なんか、こういうゲームなんじゃないかと思っちゃいますね、これ。本当に。5人でやるゲームじゃなくて、一人でやるゲーム、プレイヤーが一人なんじゃないかみたいな。パーティー一人のゲームなんじゃないかみたいなね。全然問題ないもんな。あ、ちくしょう。これは先手取られるか。まあいい、とりあえず隠れとくか。ああ、全然平気だ。平気すぎるぜ。強いな、これ。ただまあ、火炎はそういうわけにいかないのかな。どこ行った？あれ？スプラッシュあった。まあ、一旦でしか効果がないっていうのはね、まあ、ちょっとまあ、なんではあるんですけど。あ、ていうか、技ポイントやばいか。ちょっと回復しとかなくちゃな。あ、フェザーシール使わないとも余裕か。ちょっと待ってください。技ポイントを、回復させておきたいですね。あと16しかない。ちょっと調子に乗って使いすぎたか？よし。で、これがワープじゃなかったんだな。こっちには何もないか。で、サファイアの時に見たから左下には何もないだろ？ってことは右に行くしかないってことなのか？そっか、これ下にもないだろう。あれ、欲しいものがあったんだけどな。どこにあるんだろう。スライムか。セーブしておこう。まあ、とりあえず、魔術書を取らなくちゃって感じなんですけどね。あ、サイケビースト。新しいのがいるな。そっかそっか。とりあえず、後ろの2体を始末していきたいんで。倒せるかな、このサイケビーストとかいう、ミジンコみたいな変なやつ。倒れなかった。キック。足どこにあるんだ。あ、電撃来た。あ、ゼロだ。あ、そうだ。ちなみに、ネレードのキック。アムピトリーテのキック。このキックっていうか、キックじゃないんだよな、これ。よくほら、FF とかに尻尾とかあるじゃないですか、攻撃で。敵の攻撃でね。これそういうものなんですよね。なんか巻きつきとか覚えられるんじゃないか、みたいな。これ下半身がヘビなんですよね。ヨーロッパのほら、言い伝えっていうか伝承みたいな、昔話ですかね。ああいうやつによく出てくる、なんですかね。なんていうんだ、ああいうのって。メルジーヌっていうんですかね。そういう類のね。あ、火炎使ってくるか、あいつ。そっか、ちょっと待って。ってことはだ、ちょっと待ってください。フェザーシール。ちょっとこれは、左上のやつが厄介なので、念を入れて戦いたい。火炎、これです。あ、でもゼロか。あ、全然大丈夫だ。あ、なんだ。これセルフバーニングでも使おうかなと思ったんですけどね。全然平気ですね。多分メローリングと、魔石の指輪の効果ですね。かなり耐性がある。とか全然余裕でした。じゃあやっぱりウィンドカッターか。ウィンドカッター強力なんですよね。あれね、物理属性なんですよ。ウィンドカッターっていうのは。斬撃なんですよね。あ、やばい。で、縦防御も無効だし、まあ、ガードする手立てはあるにはあるんですけどね。ちょっと今のところ無理だし、で、これから名術を使おうと思うので、無理ですね。天の術法でね、ガードできるんですよ。なのですが、ちょっとこの左の方をちょっと見ておくか。前回見たような気がするけど、まあ一応ね。このまま上に行っちゃっていいのかな？この左は、やっぱり行き止まりだよな。変えるか。まあ、残像剣で倒せるだろう。おっしゃ。
この左がね、前回言ったと思うんだけど、やっぱりないよな。装備品がね、欲しい装備品があるんですけどもね。残像剣。いや、まあ、腕力がな、あ、ガードしてたか。腕力が低いっていうのが一つのネックであるんですけどね。キャンディーリング。おお、やったー、これはレアアイテムだ。すげえ。でも、使わないな。キャンディーリングって実用的な装備じゃないよな、絶対。でも、まあ、レアアイテムですよ、あれは。はないよな、ないな。ってことはあれか、聖地ロット、あ、宵闇のローブ、古代魔術書、あ、まとめて入ってたんだ。あ、取れましたね、取れました、取れました。ということで、とりあえず出ますか。まあカットするって形でとりあえず出て、まあちょっと今後の展開みたいなことを地図を見ながらお話ししたいので。はい、マップ上に出ました。で、今ここですね。でね、次何やろうかなっていう感じなんですけど、まあ、マップ見ご覧いただければわかると思うんですけどね、まあ、結構もう中盤なんですよね。中盤に入ったかなっていう感じのところなんですけど、実は中盤の、盛り上がりをね、すごい盛り上げる、イベントをやりたいと思うんですよ。まあ、このゲームは、ほら、イベントだとかね、まあ、どうクリアするかっていうことを戦略的に決められるゲームなんですよね。なので、そこやろうかと思うんですよ。ただね、実際積み兼ねないっていう感じの、チャレンジです。はい、ここです。ここです。ワグナスを、やつを狙ってみようかなと思うんですよ。っていう感じですね。本当に積み兼ねないんで、うまくいくかどうか全くわからないんですけど、かなり長い、チャレンジになるんじゃないかなと思います。はい。この工程でやってまいります。というわけで、それでは、ご視聴ありがとうございました。